うっす。うっす。挨拶を忘れない。本当に変えたかったら挨拶からだ、ロケットダウン。本当に変えたいと思うのであれば。そんな倒すんじゃなくて。ん？それで俺なんだっけ？そうだ。丸前に放流するんだった。いなくなってしまった。また4人に。ていうか、じゃあ、あれ、あいつ捕まえに行こうぜ。コイル。コイルだよ。で、コイルってさ、ある意味、今回の、ちょっとこれ、ゲームボーイの音で、コイルってさ、今回、鋼が増えたから、割と目玉的な感じじゃないかと思ってんだよね。やっぱ新しいタイプだからさ、空を飛ぶ。これでしょ？エンジュシティ。もうまだどこが何シティなのか全然俺の中でまだできてない。どこがどこなのかってわかんないもん。住所言われてもわかんない。テンテルテンテルテンテン。ここでいいよな。お前はキョロキョロすんなよ。まだこいつ絶対スマホかわせちゃダメだな。ずっといじってるよ、多分。テン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 。受け答える。勝ち目がね、勝ち目がなさすぎる。もうこれ怪力じゃないよ、それは。サイコキネスだよ。その怪力と言ってるお前はもう逆に謙虚ではある。謙虚である、お前は。どう見てもエスパーなのに。いや、これは怪力っす。謙虚。新しいタイプの謙虚だな。怪力よ。エスパーを怪力と言い張る。それはもう謙虚なのか、ひょっとして。謙虚なのかどうかもわからない。判断がつかない。マニュアルにない、それは。エスパーを怪力というのが謙虚なのかどうか。飛べ、お前は。そして悪夢もう、悪夢はもう、執行前だからな、もう。刑執行前だから、悪夢。そうそう、消えるから。ん？あれ？空飛ばどうした？当たんなかった。今、アイスコーヒーに夢中だった。よし。ドゥンドゥルドゥンドゥルドゥンドゥン。なんでこう草むらのくせにさ、ドゥンドゥルドゥンドゥルなの？なんか軍隊みたいなのこう。なんでラッタバックなんだ、コラッタとラッタバックなんだ。ていうか声出たやろ、これ。コイルはどこだよ。敵のラッタの体当たり。で、6人目何しようかなって考えてんだよね。6人目。まあ、がっちり決めてないけどね。がっちり決めるとさ、逆にでもないけどさ。がっちり決めると、お、出た。自由が効かなくてさ。こそあれじゃね？悪夢じゃね？催眠術からの。悪夢で削れるしょ。まあ、2回か3回削りゃいいのよ。どうせ1回か2回で目覚めるだろ、こんな。ずっと眠ってたことないんだから。ハードルの下をくぐるな。もう期待しねえよ。じゃあ誰がいいんだよ、これ。ネッシーか。お前ちょうどいいな。カンガルー同士の争いだろ、これ。ゆけネッシー。だってなんなの？かっこよくなるの、これ。進化したら。いや、こういうやつこそかっこよくなる。だって、最初に俺がさ、コイキング見せられたらさ、こんなのゴミやんけってなるけど、それが強いわけじゃん。これ見つけ。じゃあ、ネッシーは意外と強くなる？そう、あるよな。そう考えれば、ネッシー、いずれめちゃくちゃかっこよくなるんじゃねえのっていう風に、思ってきたわ。お前、どんだけ弱いんじゃ。同じレベルだろ。カンガルー同士の争いなのに。おかしいでしょ、この弱さ。アンコールって何？そういえば。アンコールってね、あの歌のアンコールと一緒。お、本当にそれだ。敵の声でアンコールを受けた。あ、もう一回同じ技ってこと？でもそれお前がやってるじゃん、巻きつくは。敵のコイルがアンコールを受けたって言ってるけど、
巻きついてるのはお前自身じゃん。うるさい？これ。うるさかった？やめよう、じゃあ。そんな細かいところを攻めていくの。誰すりゃいいこれ。でもこれ、削っていくしかないだろ。他のやつでやったら死んじゃうよね。でもこいつ、鋼タイプだから、ノーマルやれば、効かないかも。まあでも遅いよ、もう。遅い遅い。何時間かかんだよ、俺、もう。何十時間、巻きつくから通されたって。何さ、じゃあ巻きつくの上から巻きつこうとしてたの、俺。もうよくわかんないよ、何が巻きついてるのか。思考が巻きついてる。俺の思考にも。熱心巻きつかれた。よし、行け。アンコール状態ね、もう。今までアンコール状態だったんかい。何がどうなってるんだよ、これ、このバトル。難解すぎるぜ。あまりにも難解なバトルだ。小学生の時、ジョジョ見たぐらいの感想で。全然面白くなかったかな、小学校の時に。花の刑事とジョジョを見て、あ、死んだ、これ。え？ 15？ まあいいよ、もうソニックブーマン。ソニックブーマンでいいんだよ、今はもう。もうソニックブーマン使ってどっか行っちゃったかな。でもいいだろ。月の石で進化するポケモン使いやすい。いねえよ。逃げ足の速いポケモン使いやすい。もうスーパーボールでいいじゃん。モンスターボールから使おう、これ。よし。来るだろ。16だし。よーし。やったぜ、電気ポケモンだ。電波に光る性質を持ち、ポケモンギアを使っていると近寄ってくることがあるらしい。これの行くの、これビリリ玉やんけ。丸まいんか。どっちの、これビリリ玉が上が赤で、いやもうやめようさ。亡くなった人の話やめよう。お前今日から団長だ。磁石だから。おお、とても団長には見えないな。下っ端だ今のとこ。身の電気上がるって、この電気上がるというこの2つのタイプ、これだよ。最強の二つががっちり手を組んだ形。耐えてる電気ショック、超音波、ソニック、もう、ビリーとは一体何だったのか。これはやべえぞ。すまん。今日は団長の日だ。団長の日とっす。育てるぜーと、その前にボールを作りに行こう。ボールを作らね、どんどん肥大化していくんだよ。ボールを作らねえと、どんどんボングリが俺の中で肥大化して、そのうち世界中がボングリだらけになってしまうぞ。俺が なんとかしないと。一日も早くこのボングリを消滅させないと、この世の中からボングリだらけになっちまう。ヘビーボール、そしてこれヘビーボールにあったらもう捨てられるから、ちゃんとゴミできるから。だからボングリのまま捨てちゃったら、もうどんどんそれ野生でどんどん増えちゃうから、まずボングリをボールに変えなきゃ。そしてできたボールは捨てていく。ボングリはもう捨てていけ。よし、もうボングリは取らんぞ俺は。見事ボングリは取らん。伊藤さあ、水といえば、あ、氷の洞窟でいいじゃん。ふすべでいいじゃん。てかね、俺ね見つけた、あの見っけた、氷のあのあそこ見つけたわ。あんなね、もうやってる時は気づかないんだよ、ああいうのは。後で見ると気づくんだけど、やってる時はまあ夢中だからさ、喋らないといけないし。したがって俺は気づく。気づけるんだ俺は。自ら気づいていくぞ。自ら気づく力がある俺には。気づいていくぜ。どっちだこれ、こっちか。おら。俺簡単じゃないか、こんなの。わざましん44。なんじゃわざましん44とは。凍える風。氷欲しいな。氷欲しくない。
眠る。まあ、これ強いよね、眠るって。全回復だから。これはまあ、硬いやつに入れたよね。でも今そんな体力タイプねえんだよな。でも伊藤か眠るっつったら、眠るいいかもな。敵眠らして眠る？ありかもしれんな。お。これなんだあれ。よし、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 よし。よっしゃ。眠るか。っていうかなんか技マシン使ってねえよ、なんか知らんけど。ろくなもんねえよな、技マシン。多分ろくなもんねえぞ。下段長。おお、な、見ろこれよ。今がもう今の時点でだいぶ風格あるぞ。団長には効かねえよ、そんなの。超音波出す方だからな。いじる側なんだよ、こっちが。お前いじられる側だ、ゴルバット。お前は。お前ひなだな。団長 MC だ。お前が超音波すな。いいぜ。効かん。見ろ。もう何もかも今一つだから。団長に対して。唯一怖いのは火だけ。怖いのはハッチ。おぉ、すげえ経験。なんでお前その経験値持ってんの？ゴルバット。ゴルバットのくせに。なんかあれじゃん。ないか。団長。てか団長レベル上げよっか、これ。じゃあ、ゴルバットに効くだろ？で、氷のやつにも多分効くんじゃねえ、電気。だって水、氷を水だろ？っていうか。氷を水だろ？だったら効くだろ。こいつだったら500経験値もらえるしさ。もらえるしさ。聞かねえよ。え、噛みつくって悪なのに悪も半減すんの？もう何でもありじゃん。すべて半減するんじゃねえの？電気って。それって。強すぎない？鋼。これが鋼の力か。どうやら新タイプはちょっと強いみたいだな。悪にしろ鋼にしろさ。どうも強え。強え風な感じで。鋼と悪だけ？なんかフェアリーってなかったっけ？あれはないのまだ。あれやねえのか。鋼と悪か。鋼そして悪。やったお、めっちゃ上がるもん。特攻がよ、特攻見てくれ !41。もう電気を使うためにだけに生まれてきたと言っても過言ではない、コイル。マジで強いな、コイル。これ本当に強いぞ。これマジだぞ、今回は。俺はマジだぜ。マジで強いと思ってる、コイルは。鋼電気でしかも特攻が高いってさ、もう。どこにあるの弱点。お前はウリム。ウリムー、ウリム育てるか。いや、いいよ、今団長だけでいいの。こなーゆき。どなゆき。ウリムに、え、なんでだよ、ソニックブーム。おい、ソニックブームまで完備。ソニックブームまで完備。効かない的にはソニックブーム。どんだけだ、お前。強すぎるぜ。団長やべえ。ガチで団長な剣について。こなー、ゆき。なんでこんだけ苦労して256なんで、おかしいだろ。苦労の割に見合ってないじゃないか。粉雪2回もしたのに。粉雪2回の苦労、ダメージの方が大きい、むしろ。粉雪によりダメージを負った。真摯。遠く離れた石英高原の奥地にあるという爆問に、全国か。そっちでやるんだ。確かにねえもんな、こっちに。そっちでやるんだ。どうしても覚えさせたい技があったから、忘れ親父。わかりやすすぎる。秘伝を忘れさせてもらったら。忘れ親父どこだ。一緒にいるだけでいいの。それ以上に愛情注いでんのに、こっちは。忘れ親父、会いたいわ。今知りました。名前って重要だなって。だって名前がだって広告になるじゃん、忘れ親父って。名前だけで。広告効果ですよ。まず名前にこだわってください。広告効果出したいなら。ラジオ壊れたのか、なんだか最近おかしな放送しか聞こえないんだ。元からや、それは。
元カレや、それは。そうだ、わし忘れ親父やったー、忘れさせるぞー。てか待てよ、まあ別にいいや、だってここにくらいいんだろ。どれ、お菓子の電波流れてんの聞いてやる。大木戸博士のポケモン講座。ああ、我々は泣く子も黙るロケット団、組織の立て直しを進めた3年間の努力が実り、今これ、あ、本当に3年だな、今ここにロケット団の復活を宣言する。榊さん、聞こえます？ついにやりましたよ。ボスはどこにいるんだろう。ラジオ聞いてるかな。ああ、我々は、あ、もう一回最初か。え、これさ、明らかに下っ端がヤバだよね。ヤバなことやってて、これとして榊が来て辞めさせるとか、そんなのあるんじゃないかとして、見たい。それはいかん、そんなことを考えるんじゃない。ロケット団は俺は倒しに行くんだ。伊吹や渡はここで、な、何それ、同格。チャンピオンリーグの大将と同格なの、伊吹って。何それ。何広げてんだ、そこの人間関係、その広げ方いいね。龍、いいもん持ってんな、お前。いずれ帰るに。今日どこにいるんだよ。じゃあ俺何すんの。いや、修行中だっつって入れてくんねえんだよ。あれどうすりゃいいんだよ。え、おかしな放送しかねえだろ。まあでも確かに今乗っ取られてるか。その前からおかしな放送しかねえよ。ここは45番ロード。この先マウンテンロード。これ行っていいの？行っちゃダメでしょ、これ。まだ。え、何これ？え？これ暗闇の洞窟？でも暗闇の洞窟ってさ、暗闇のホラー穴だ。これまだ行ってなかったの？暗闇のホラー穴って。あ、これ最後に行く洞窟なんだ、暗闇のホラー穴って。そうなんや。白金山。なんだ？白金山と暗闇のホラー穴。一体何か。この草むら山、やばそうだな。やばい草むらだろ、ここ。ここまで来たら。やべえ！なんでお前は、ゴマ像。おい、この像。めっちゃでかくなるんじゃない、この像。ふっとしたら。ギザ渡した。うわ、使いたい字、像。このゴマ像は何タイプなの？ゴマ像は。ゴマ像ちゃん。ゴマ像ちゃん。育てたい。絶対に進化するだろ、これは。よし、このゴマ像にかけるぞ、俺は。ゾウのポケモンなんてあんた欲しいよ、そんなの。ゾウだよ、だって。ゾウ、ゾウ、ゾウ、ゾウ。忌まわしい記憶が蘇ってきた。じゃれているつもりで鼻を振り回しているが、かなりの力なので危ない。でも50センチだったら危なくねえよ、そんなの。危なくねえ、お前は。ひよっこよ、ゴマゾウ、ゴマゾウ。よし、お前はインドゾウだ、のけ、ネッシー、みずほ。しんすけくん、こんにちは。もういいよ、これ全部あれじゃん、もう。小金のラジオ、あ、そんな時事ネタも。中の人大丈夫かな。それじゃバイバイ。中の人ってフナッシーみたいに言うな。じゃあ、助けに行くかも。もう見ろ、この団長の、この団長の風格やべえ。団長やべえ。最終メンバー集がするな、団長は。最終メンバー集をビンビンにしてるぜ、団長の最終メンバー感。さらばネッシー、お前暗闇のホラー穴に行くとき連れて行ってやるよ。でも暗闇のホラー穴だったら、コイルでも行けんじゃね、フラッシュだったらさ。でもコイルにフラッシュ覚えさせたくねえな。フラッシュ誰にも覚えさせたくねえ、あんなの。そんなものは。じゃあな、ネッシー。こんな誰が育てるんだよ。つぼつぼ。
がツボツボだ。またな。お前誰だってなったわ。ビリー、顔がちょっとダメだった。インドゾウ、お前インドゾウだ。これ何タイプなの？ノーマルなのこれ。インドゾウ何タイプ？地面、体当たり、鳴き声、丸くなる、ジタバタ。これさ、絶対体力タイプだよね、インドゾウ。まあいや、今は団長だ。団長とインドゾウ、うわー、育てなきゃいけないやつがたくさんいるぜ。勢いがやべえ俺今。育てなきゃいけん俺は。生きねばこいつら育てるまで俺は。素通り。3年前ロケット団は解散に追い込まれた。だが我々はここで復活するのだ。ロケット団の下っ端ベトベタ。またかお前、なんでそんな汚いものばっか使うの。本当自分たちをいいものと思い込むもんだよ本当の悪って。そんな汚いんじゃなくてさ、自分たちが汚いと思う、悪いと思い込んでる、自分たちが悪だと思い込んでる悪なんていないんだよ。超音波だ。団長の超音波、わけもわからず攻撃しろお前は。わけもわからず自分を。よーし、それでいいんだよ。ソニックブーン。おい、ちょっと団長が。おお、混乱、やっぱ強えじゃねえか、これ。強え、混乱。だって2倍のダメージがいくんだよ。敵のダメージとこっちのダメージ。すごいじゃない。普通に攻撃してくる時もあるけど、2回に1回自分攻撃するんだったらさ、プラスマイナスゼロっていうか、だよね。眠ると同じぐらいになるよね。よし。まあ、若干ムラがあるけどな。いいね。で、少ねえな。さっきのゴルバットのくれるじゃん。ノラバットの。ベトベタ。てか、毒に、こっち毒にしてくる？お前毒だよな。いや、じゃあ、花屋に任そう。花屋に任そう。そうだ、花屋も上げていかないとな。44にしないと。遠いな。おう。でも、そんな強くねえだろ、これ。恩返し。花屋の恩返し。花代の恩返しと、まあ恩返しで敵を倒すってのはどういうことなのか分からんけど、まあ頑張って恩返しってことだな。恩返しで頑張って攻撃っていう。おお、何覇気があるな、力強い。しかしお前の毒は花代には効かない。やっぱ毒ポケは持っとくべきだわ。硬くなる。それどういうことなんだよ、お前が硬くなるって。それ気になるよ、お前が硬くなるってどういうことなのか気になるよ。誰か実証してくれ。 YouTuber 硬くなったベトベトンを作ってみた。伸びる。なんだお前、毒使わねえのか。なんだよ。じゃあ吸い取ってやる。こいつが吸い取りたくねえな、あんまり。全然効かねえ。毒だから。ダック。あいつ、恩返しって強いんだ。恩返しがなかったら危なかったな。あってよかった。マジ、誰も勝てんぞ、ハメ。誰も勝てねえ。グー、可愛くないやつ。グー、かわ。お前なんかに復活の邪魔させないと。復活の呪文に見えた。お、入り組んでんな。3階総務部入り組んでんな。おい、巨老獣がいる。おい、んポケモンってのはトレーナーにとって大事なパートナーだろ。なのにあんな命令するなんて、ポケモンがかわいそうすぎるよ。じゃあ立ち上がってくれよ、お前も。来いよ、お前も。ポケモンに悪いこと命令するのは気分いいぜ。じゃあ罪悪感あるんじゃねえか、お前。悪いことしてるんだから。悪いことしてるって言ってんだから。
お前らを解放してやるよ、その罪悪感から。なんだそのマタドガスのこの目は。憂いがやばい。前にいるやつも憂いを秘めてるし、後ろにいるやつはより憂いを秘めてる。秘めた憂いを爆発させた。危ねえ。憂いすぎてるだろ、それは。自爆するほどの憂いとは。ドレ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 。何？紛れると気分悪いじゃねえか。ちくしょう！役立つぞ、ポケモンめ！罪悪感を感じているはずだ、お前は。見慣れぬ子供がうろちょうと。なんだ、君は！おう。はぐれ研究員の金を。なんでお前そんなスタイルいいんだよ。他のやつは、良くて4頭身ぐらいなのに。なんでお前5頭身なんだよ。パリコレ？なんでいつも。なんでいつも研究員やパリコレなの？スタイルが良すぎるよ。これハッチだな。ハッチ。今や最強格。ただしガーディ。ただしガーディだろ。火炎車だぞ。火炎地獄車。やべえぜ。名前がやべえもん、火炎車って。こんな強いに決まってるよ、火炎車なんて。思えば、火の強い技ってそんなイメージなかったもんな。どうしよう。まあ、団長育てよう。なんか火炎放射とかさ、大文字とかだったけどさ、大文字がすごい弱くて、そんなでもなかったから、この火炎車という、この、本当に強い技が出てきたな。葉っぱカッター角が。なんじゃ？狙いを定めた。ゴッドワードだっけ？なんでお前ゴッドワード持っとるんじゃ、超えるお前が。結構、鋼の技も覚えさせられるんだな、あっち。鋼の技って何があんの？鋼の技。鋼の剣とか。想像がつかねえ。アイアン、あ、アイアンテルト、アイアンテルトあった。アイアンテルトあったわ。でも、もう覚えさせに、覚えさせよ、もうそれはもう。てか、あ、持ってるわ、俺今。バズマシン入ってる。あの、シゲキックスとか入ってると思う。じゃあ、バズマシンって俺らが思ってるよりずっとコンパクトなものなんだな。あそこに入るってこと。てて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 てん。金を。ち、見くびったか。お前、足投げんだよ。あ、でも足の長さそんなでもないな。胴と足が、両方長いのか。めっちゃ金持ってる、お前。セレブか。お金なら思う存分電波流せる。じゃあ覚えさせようぜ、アイアンテール。アイアンテール。まさにだよな、アイアンテールなんてあった。硬い縛る敵を攻撃、敵の防御力を下げることがある。持たせる？あれな、え、ちょっと待って。持たせるって何？何持たせるってこんな。持たせるってか、使わないって。え、じゃあ何で持たせるんだ？何これ？技マシン持ったらどうなるの？一時的に使えるとか？何技マシン持たせるって。一人一個何でも預けられるようにしてるの？深い意味はないの？俺の任務。ロケット弾の邪魔をする奴を再起不能にすること。本当か？お前本当心の中では悪いことしたくないんじゃないのか？なぜなら、本当に悪いことする気あるなら、もう一歩手前でここくりに、俺に突っかかってくるはずだった。けどお前はそれをしなかった。階段が塞がるから。そこに配慮したお前、何がそうさせたのか。俺は今からその良心を目覚めさせてやる。そしてお前のさ、アイアンテールの、アイアン、何持たせるって何？ただ持たしてるだけ、本当に持たしてるだけなの。何それ、面白。なんでだよ。ちょっと花代にしようかと思ったら危なかったのに。危ね。いや、これ。これやばいな。ハッチがこんな奴らに。でこれ普通にボスいるだろ。ちょっと待って、じゃあ、花代に、一旦。花代月の光使えるからさ。もう今こそだろ、月の光。花代。
お前の進化を見せるんだ。好きな光だ。見てくれ、これを。と。あ、そんなもんか。あ、でも十分だ。撃てた、ハイドロ攻撃。毒ポケ最強技。毒ポケにおける、あれでしょう。10万ボルトみたいなもんですよ、毒ポケモン。追いつかねえよ、これ。てかベトベタが強いんだよ、これ。うわ、打ち込められた。言うにしろ。止められた月の光。月の光なくても強いんだよ。硬くなる。どうなってるんですか。効果は今一つの俺。よーし、ズバッと。400弱いの来た。これズバッといけるでしょ。ズバッとなら。ズバッとは電気で効くからさ、飛行だから。行ってやれ団長。電気ショック。これもあれだろ、虫だろ、吸血。虫効かないからさ。もうズバッとはもう完全にこの団長の手の上だな。おぉ。そうな、レベルも23しかねえじゃん、お前。もう完璧じゃん、電気ショック。だってこんな電気ショックみたいなさ、下っ端の技でさ、麻痺とかあるんだよ。この強さだよ。電気はやばいんだって、ほんと。こらった。行くわ。お前ノーマルだから、効かんわ。効かんやろ、それ。効かん。どんだけ？どんだけ？コイル。マジで強い。いや、マジで強い。覆してるもん、レベル差は。団長やばい。てて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 。任務失敗。給料減らされちまう。17万が15万になっちゃうな。お相手は政治でごじゃ。何？ポケモンミュージック、お相手は聖司ってこじゃん。聖司っていうのが MC なの。で、語尾にゴジャルをつけるわけだ。もう乗っ取られたままでよくない格好。てか、まだ先長いんだな。先長いんだったら一旦休むか。一旦、どうする？こう帰って寝る？今日は。帰って寝よう。お疲れです。今日はもう時間なんで。6時なんで。ぴったり帰る。じゃあな。私は残業しないんだ。残業しないことで本当の仕事の効率を求めるんだ、俺は。長期的な。残業しまくってどんどんこう疲れた状態でやると会社も全体疲れて、その疲れた発想ばっかりになるから。それよりもちゃんと休んで、ナチュラルな発想を大事にしよう、みんなで。ナチュラルな感覚を。なんてホワイト。